ようございます。はよ、声やばい。おはようございます。顔むくみすぎて。おはようございます。声やばいし顔むくみすぎ問題、一周終わったらって最高、ありがとうございます。ライムさんありがとうございます。きよしさんもありがとうございます。吉本レッツさんもありがとうございます。 YSA さんもありがとうございます。きよしさんもありがとうございます。声が本当に出なくて、でもでもしあさってに絶対に直さないといけなくて、なんか声をたくさん出す仕事があって、だからそれまでには直したいんですけど、そうだからそれまでには直したいんですけど、今こんな声で結構やばくて、多分なんか昨日が一番やばくて、声がそうなんか過去一やばいと思ってたんですけど、昨日結構喋ったから、波動会で結構喋ってたじゃないですか。そうで、できるだけあんまり喋らないようにしてたりしてたんですけど、やっぱり動いてると、運動とかで動いてるとたくさん声出しちゃうから、無意識にたくさん声出しちゃうから今日朝からこの声で、そう結構声やばい、やばい、声が出なくて。そう、でもなんか昨日とかまでは痰が喉に絡まってる感じあるとかあったからとかやってたんですけど、今日痰一個も絡んでないから、うんって やんなくても大丈夫なんですけど、声がやばくて、そうなんかもともと咳とか気管支系が悪くて、公演の時とかも呼吸がしんどくなったりして声が出づらくなったりしてたんですけど、またぶり返してて、そう本当に一番しんどい時こんな声になるんですよ。声やばい
どうしよう。声がやばい。そうでも今日あれ今日の配信スケジュールどうしようかな。こんな声だけど大丈夫か。なんか喋らないでする配信しようかな。高音域が出なくならないか心配。あのね、高音が出ないんですよ。あのだから歌う時とか、あの劇場の時とか高音が出なくて、どうしよう。
ったじゃん、なんかなんか30分の枠で次30分空けてするときに18、例えばじゃあここ18時半から19時だから、ここを19時31分から20時11分だっけにするみたいな、なんか更新の関係、これでいいの？分明けの40分配信してで、ここは1時間明けの50分配信、結構いいスケジュールじゃない？ちょっと書き直すね、綺麗に。お、もうすぐ13時、じゃん、これを拡散お願いします。こんな感じですあと何分だろう。じゃあランキング13位は天守閣さん、ありがとうございます。12位はセッキーさん、ありがとうございます。11位はドサンコトントンさん、ありがとうございます。10位は YSA さん、ありがとうございます。9位は吉本レッドさん、ありがとうございます。8位はウホウホウさん、ありがとうございます。7位はライムさん、ありがとうございます。6位は新一郎レイちゃんさん、ありがとうございます。レイちゃんも大好きさん、ありがとうございます5位はオイロンさん、ありがとうございます。FP さん、ありがとうございます。3位はクリーニング屋さん、ありがとうございます。2位はブケニアさん、ありがとうございます。1位はカーク大佐さんです、ありがとうございます。お、あと